大元帥です。今日はですね、クロマーク2に乗ってきました。まあ、クロマーク2ってね、まあ、カミユが乗ってるんですけど、まあ惨敗ですね。完全に惨敗です。もうカトルゼロ君のことね、笑えないぐらいのね、惨敗ですね。まあ、ラクスインジャとね、肩を並べるぐらいの惨敗なんですが、まあね、しっかりこの僕大元帥がね、今回もしっかりと参拝をすくっていこうと思います。でね、このクロマーク2の悪口ばっかり言っててもしょうがないんで、まあいいとこ言います。まあメインが無限ですね。無限メインを打てるっていうのはまあまあ強みですね。まあそのメインの強みはゴミなんですけど、そこはまあね言ってもしょうがないんでね。まあメインがゴミっていうのはしょうがないです。事実なんでね。しかし強みはあります。これです。特格ですね。特殊格闘が強いです。もうね、伸びもいいし、反転もいいし、火力も出るんでね、そこそこ。しかも、メインからキャンセルできるっていうね、メリットもあるんでね、いいね、殴ってくー、いいね、説教、どんどん振ってくよ、とりあえず。射撃をしくー、いいね、最弱のシャゲダンを見ろ。おい、そこの SP、俺のシャゲダンを見ろと言わんばかりのシャゲダンですね。いいですね。そして、相手の SP にシャゲダンを見せつけて、突破してくー、いいね、クランタフルセーバーにひよったら負けなんでね、どんどん突破していきましょう。そしてちょっと相手のフィードレスやばいですね。シャゲシクいいね。相手のフィードレス頑張ってのシャゲダンですね。そしてアルケインがもうかなりまずいんですが、まあ、マーク2でもね頑張っていきましょう。ちょっと相手の SP がね抵抗が激しくなってきましたね。どんどん踏みつけていきたいところですが、ちょっとねここで無理に攻めても死んじゃうんでね。しかしアルケインがまずいですね。なのでちょっと前に出ていきましょう。だからちょっと落ちたいですね。覚醒が欲しいんでちょっと落ちましょう。そしてメインをとりあえずパラッとばらめて、おっとシャゲダンしたかったですが、ちょっと隙がないですね。そしてフルセーバーが詰めてくるのが気になりますが、キラリン盾をして覚醒も稼いでくる。いいね、時間も稼いでいきましたが、おっとアルケイン君がいつの間にか2落ちしてますね。ちょっとまずいですが、まあ、ここはねフル覚醒あるんでね、なんとかいきましょう。覚醒吐かずに我慢して覚醒しましょう。いいね。最後にね、俺は男だろとね、ものすごい勢いで怒っていますが、この怒りをね相手の SP にぶつけていきましょう。いいね、覚醒でぶち決めてくる。最強。いいね。おいそこの SP どけと言わんばかりのね、まあ髪のね溢れる思春期のね怒りが爆発してなんとか勝てましたね。対戦ありがとうございました。